ディオニシオ・アグアドは、スペインのギター奏者、作曲家、マドリト出身、ミゲル・ガルシアに支持。1825年にパリを訪れ、多くの知球を得る。一時期フェルナンド・ソルのもとに身を寄せた。二人は友情を記念して、レドゥ・ザ・ミレドゥ・アミという名のギターデューを組んだ。アグアドの主著、ギター・ニューモン・エスクエラ・デ・ギターラは1825年に出版された。 これは今日でも復刻版が手に入る。本書の中で、アグアドは、右手の爪の用法や、トリポディオンと呼ばれる、装置の自分の発明について論じている。アグアドの作品には、3つの華麗なるロンド作品や、ファンダンゴと変装レファンダンゴバリエ作品16の、他に、多数のワルツや、メヌエットなどの軽い商品がある。より大規模な作品は、 超絶技巧や左手を広げる必要から、現長のより長い現代スパニッシュギターでは演奏がかなり難しい。このため、わざわざロマンティックギターを復元して演奏する奏者も多い。アクワドは1838年に帰国し、マドリッドで他界した。65歳であった。ありがとうございます。